金沢市小田津野にありますダイニングスタジオケセラ金沢にお邪魔しています。こんにちは、杉本優里です。短い時間でパパッと作る時短クッキング、今日も教えてくださるのは料理研究家浅野淑子先生です。先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。ちょっと気が早いけどメリークリスマス。メリークリスマス。はい、ということで先生、今日のテーマ何でしょうか。さっと作れるパーティーメニューは3品を作りたいと思います。はい、クリスマスのパーティーにぴったりの品がね、身近な材料で簡単に作れますんで。はい、じゃあ簡単でね、パーティーにおすすめなんですが、まずはフライパンでさっと焼くだけのお手軽ピザです。はい、一品目、発酵いらずクリスピーピザです。材料こちらです。小麦粉、塩、水、オリーブオイル、油で、今日はマルゲリータのピザを作るんですが、トマトピューレ、モッツァレラ、バジル用意しました。さあ、では作っていきましょう。こちらに小麦粉入ってますね。小麦粉の中にね、塩を少しちょっと入れて、もちもち感を出して、はい、フリ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 して、はい、はい、でこれをちょっと混ぜます。混ぜ混ぜ、フリフリフリして、ボウルに入れます。はい、おい、ボウルに入れて、おい、そして水チャパー、はい、そしてオリーブオイル入れますよ。で先生、ピザの生地って、発酵する生地もあるし、そう、発酵しない生地もあるんですけども、なんか寝かせて時間かかることしか、そうですね、思いつかないんですけど、そういう生地は、そういう生地が主流なんですけどね。これはね、もう両面を焼くだけの、簡単でお手軽にできるピザだと思ってくださいね。簡単お手軽ピザ、本当に今生地を混ぜて作ってるだけですよね。そうなんです、まずね、はい、フライパン熱くしたところにサラダオイル入れますね。はい、これはね、ピザ生地がふっくらしてくれる。ふっくらする、でもこの生地をここに入れるんですよね。そこに入れてくださいね。はい、これでだいたい2枚分ぐらい焼けますので、今日お玉に1枚半ぐらい入れて広げていってください。おお、これがピザ生地になる。はい、はい、そしたらこれ蓋をして、だいたい片面、裏方に焦げ目がちょっとうっすらつくぐらいで、約3分ぐらい焼いていきましょう。はい、もうこれね、オーブンじゃなくってこのフライパンで焼くっていうのが手軽でいいですよね。そうですね。はい、はい、じゃあ次はサラダですね。2品目いきます。冬野菜のパスタサラダです。材料こちらです。レンコン、大根、ブロッコリー、キノコなどお野菜ご用意ください。そしてパスタ、生ハム、オリーブオイル、ニンニク、塩コショウ、水です。で野菜ですが、レンコンは半月切り、大根はいちょう切り、ブロッコリーは小房に分けてあります。で生ハムは適当な大きさにしてあります。さあ、ではフライパンに、まずフライパンとかに野菜を入れてやってくださいね。はい、フライパンに野菜、はい、お野菜が入ります。盆栽ですね、キノコもちょっと入れたりしてね、はい、彩りかわいい。それここにパスタも入れちゃってください。はい、パスタ、パスタも入れちゃう。そしてお水を入れてください。入れちゃう。そう、これ普段だと作るときパスタ別で茹でて、具材は具材で茹でてっていう感じだと思うんですけども、一緒に今日はね、茹でて大丈夫。茹で時間が短いパスタを使ってますのでね、だいたい3分で出るだけの野菜を入れてくださいね。これ野菜の旨味とかもパスタ吸う感じしますね。だからもしね、茹で時間の長いパスタをお使いになるんだったら、まず野菜を茹でて、その茹で水でパスタ茹でてくださいね。野菜取って茹でたものにパスタ、そうそうそう、すると野菜の旨味がパスタに染み込んでとっても美味しくなります。栄養もなんか取れそうです。そうですね、はい、で今日ね、彩りちょっと蓋しまっちゃいますよ。綺麗なピンク色の香辛大根、今の時期美味しいよね。可愛らしい色合いでいいですよね。だから冬の野菜何でもいいと思いますよ。かぼちゃでもいいし、ラディッシュでもいいし、何でも入れてみてください。はい、やってみましょう。じゃあもうちょっと沸騰させている間に、はい、ピザどうなってますかね。もう表面の方がちょっと焼けたかどうか見てみましょうね。おお、結構ふつふついい感じ、ね、そしたら裏面がほら、いい色がついたんで、はい、繰り返してください。じゃあ私の出番ということで、はい、じゃあ、はい、見せ所ですね。大丈夫、ちょ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 、せーの、せーの、はい、大丈夫、いい感じ、いい感じ、ここにピューレを塗ってくださいな。はい、もう片面焼いて、そう、もう反対側、今下焼いてたところにもうソース塗ってっちゃうんですよね。これめちゃくちゃ簡単ですよ、ですよね、本当に。だから今日はマルゲリータですけど、これジェノベーゼソースっていうバジルソースでも美味しいし、ね、それからあとチーズだけのクアトロチーズっていうのも美味しいし、
ね、いろんなのをねやってみたらいいと思います。いいですね、うん、チーズを乗せて、はい、じゃあモッツァレラも乗せていこうかな。チーズも乗せていってください。マルゲリータですからモッツァレラがね、モッツァレラじゃなくてもいいですよ。あ、そうか、チーズ、チーズだったらピザ用のチーズでもいいです。で、この上にバジル、はい、そうです。先生、これ自家製バジル、ちょっと色悪いけど、いやいやいや、お家に先生バジルの木あるんですね。バジル育ててるんです、はい、でこれほらね、拭いてきたのでさっと混ぜますね。はい、じゃあピザは、そしてここでブロッコリー入れておきます。いい感じ、ね、いい香りバジル、はい、これで3分です。こっち2つ、あれ、うん、これで3分、2こっち、うん、あ、そっちの2つ失礼しました。はい、はい、でこれで3分待ってください。はい、沸騰してからブロッコリー入れてまた3分3分ですね、ですね、はい、はい、じゃあピザ焼いてる、はい、パスタ茹でてる、はい、じゃあもう3品目いっちゃうんですけど、今日3品目にデザート作るんですよね。はい、で今日作るものがこちらなんです。これね、切り株をイメージしたフランスのクリスマスケーキ、ブッシュドノエル、ね、皆さん知ってると思います。で今日はこれブッシュドノエル作ったんですけど、実はある珍しい材料で作ったんですけど、この土台となっているものは何だと思いますか、森重さん。え、ごめんなさい、シンプルにチョコレートだと思ったんですけど、でも意外なものって何？木の部分。木の部分ですよね。木の部分がね、ちょっと見えるかな。そんなのチョコレート。どっかあるかな、どっかあるかな。え、のり？この辺とかめちゃくちゃ見える。あ、見える。土台のもの。本当だ。お菓子、お菓子なんですよ。お菓子。お菓子ですよ。そりゃそうですよね。お菓子。おお、難しいな。でも黒だな、茶色じゃないの。なんとか菓子。そう、茶色い棒状の日本え、かき揚げしかわかんないもん。え、何ですか、ふが、ふがしとかですか。かき揚げについてる海苔とか。そうです、出ました、ふがし、出ました、出ました、よかった、よかった。そう、正解見せます。え、よしこさん、ここじゃないですか。じゃじゃーん、え、なんで、すごい、いや、茶色、茶色っていうから、これかなと。そう、ふがしなんです。駄菓子屋さんとかあるやつ。そうね、これならもう焼く手間なくって、はい、クリーム塗るだけなんですよね。そうです。で、はい、今日は麩を使ったブッシュドノエルなので、先生、このお名前何でしたっけ。せーの、麩ドノエルです。麩ドノエル今から作ります。3品目は麩ドノエルです。材料こちらです。はい、麩菓子ドーン、そして黒蜜、どうで生クリーム、またホイップクリームご用意ください。で、きな粉、チョコペンです。はい、じゃあもう塗っていくだけなんですけども、まず黒蜜、ホイップクリームに入れて作ってください。はい、クリームを、ホイップクリームに黒蜜を入れて、黒砂糖でもいいんですけどね、あの、手軽に今日はホイップクリームを使ってるんで、黒砂糖だと溶けにくいんでね。そう、ちょっと和な感じなので、あ、そう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 、いいんですね。もちろんチョコレートクリームでもいいのよ。あ、そうか、チョコレートクリームとかでも、よし。今日はちょっとふがしな感じなので、そう、黒蜜混ぜて、あ、混ざりましたので、で、ここにふがしに、さあ塗って、あ、塗ってありました。ここに焼けた。ピザ焼けてます。焼けてます。なんだ、海苔だと思ってた、その正体。デザイン、デザイン。頑張ってね。はい、年輪を書いてください、チョコペンで。なるほど。なかなかチョコが。頑張って。ピザが今焼けてます。いや、なんか巻いてんのかなと思ったら。だから海苔とかずっと言ってたんですよ。あ、そう、見えましたよね。そう、チョコペンで書いてあったんです。でも雰囲気出ますね。はい、あれ、ちょっと出が悪い感じ。パスタの方が茹で上がりましたよ。ね、これはザルで水を切ってくださいね。はい、はい、パスタ茹で上がったのでザルでパスタの水を切っちゃってくださいね。はい、はい、ゆっくりやってていいよ。はい、ね、しっかり塗りますよ。はい、これはもう、子供たち一緒にやると絶対楽しい作業ですね。全部ね、本当に簡単にできてますから。じゃあ、その野菜を揚げたフライパンにオリーブオイルを入れて、ニンニクを入れて、いい香りを、ね、ガーリックオイルにしてください。はい、茹でただけですね。そうです、そうです。味付けまだしてないので今から整えていきますね。はい、じゃあ香りを立たせて、はい、すごい今私頑張ってます、はい、切り株のイメージでさ、ちょっと小枝のイメージで、そうですね、枝のこの木目をこうね、マシュマロのっけて、あ、そうでした、そうでした、あれ、切り株のマシュマロ、マシュマロ、
ね、ちょっとマシュマロのふけるとほら小枝、切った小枝の感じでしょ、ね、いいですよね。お子さんでもこうやって持ちやすいですしね、持っても溶けないし、ほらチリチリといい香りになってきたらこれ全部入れますね。はい、あ、いい香りもずっとしてる。そして塩コショウで味を整えていきますね。あ、大丈夫オッケーオッケー大丈夫、うん、上手上手いい感じですよ、私はとても上手よ。今これ振ってるのは何でしょう。塩コショウ、あ、そうで塩コショウで味整えてます。整えましたね、今塩コショウでね、で生ハム火入りすぎないように最後に入れましょう。はい、生ハム入る感じですね。そうですね、せっかく生ハムなんだからあんまり火は通さない、はい、ね。そう、生ハム、はい、生ハムが入ります。彩りが本当に綺麗ですね。食感の緑に大根の赤色、はい、おしゃれ度増しました。あ、もう出来上がりです、うん、はい、あえたらだ出来上がり、はい、でそこにました、はい、雪の感じできな粉、ちょっと汚れた雪だけど、雪をきな粉の雪を降らせたいと思います。雪だぞ雪だぞ雪だ、ちょっと味は結構和な感じですね。雪が舞いましたということで、私のフドノエル完成でございます。ありがとうございます、アイディアですね、はい、で先生のパスタもいいか、はい、あ、そうか、ピザももういいですね。ピザもいいですよ、はい、ピザのお皿ありますか。はい、普通に喋ってたら教えてくれた感じですね。すごいピザ3品、本当に美味しそう。すごいフライパンで焼けたとは思えない。はい、はい、ということで3品完成です、はい、では試食いきましょう、はい、なんか本当にピザな感じ、ね、いや本当に今日もまた彩りが綺麗で、ね、はい、素敵なパスタサラダと、ちょっとね、フライドガーリックとか粉チーズとかをかけて召し上がると、ちょっとまたねパンチが効いて美味しいですね。パンチ効いて美味しいんですか、本当ですか。ちょっとお皿に取りましょう。いや本当におしゃれなパスタサラダができましたね。レンコン持ってたかな。ここに同じパラパラお好みでフライドガーリックとかお好みでかけて、ピザすごいあっという間にできましたよね。じゃあ私何種類作ってもいけるね。皆さん召し上がってください。サラダからね、早いです。本当に10分かかってんのかな。本当に3品ができちゃったのに、生ハムがね、どうでしょうか。野菜の食感がいい、ちょうどいい食感と、でこのパスタがもちもちで、この野菜のうまみを本当にギュッと吸ってるし、でこの生ハムのいい感じの塩加減、塩味が ね、 ね、またたまらないですね。お好みでこのね粉チーズとかガーリックとか、おしゃれなパスタサラダができました。美味しい、本当に美味しいです。じゃあピザの方召し上がってください、はい、今日はねマルゲリータでしたけどね、うんうん、こういう風にチキン、ほらそう、ね、これ作ってくださった照り焼きチキンサラ、あの照り焼きチキンを乗せたピザ、うん、でこっち側があのチーズを乗せたほら、うん、クワトロチーズピザ、うん、ね、何でもいけますもんね、はい、でホットプレートでみんな、ちょっと画面見たいですね。そうか、OK、じゃあこのピザいただきます、はいはい、どうぞ召し上がってください。皮の感じとかもどうなんですかね、うん、結構薄めな感じかな。パリもちです、パリもち、ね、もちもち、もちもちに焼けて、もこれお子さん絶対好きですね。そうです、冷めたらまたオーブントースターでちょっと温めてもいいしね、うん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 、ですんごいシンプルなあのこの具材の味、マルゲリータなんですけど、本当に本格的な味わいで、この生地がまたあんな簡単にできるとは、発酵いらずですぐできますからね。いろんなの、明太ピザもいいし、あ、美味しそう、ね、うん、もうシーチキンのピザでもいいし、何でもいい、何でもいい、何でもいい、あの生地さえ作っておけば何でも乗せて作りましょう、はい、じゃあ続いて、はい、ラストのこの、うん、どうぞ、フドノエル、フドノエル、どんなか皆さん気になりますよね。フという取り合わせで召し上がって、ね、どうでしょうか。うん、うん、うん、あのふ菓子のシュッて一回口の中になった後にクリームと一緒にこの絡まると美味しい、
この新食感な感じ。そうでそうスポンジとかじゃないから軽くいただけるの で、ね、これは楽しく作ってもらいたいですね。そうですね。ですもうチョコでも何でも入れてね、うんうんうん、ホイップクリーム簡単ですからね、うん、塗ってもこうやって出来上がるだけです、ね、素敵です。いやもう本当どれも簡単に作れて楽しいメニューばかりでした。ご家庭でのクリスマスパーティーに皆さんもぜひアレンジして楽しんでみてください。そしてこれまでに放送した時短クッキングの映像は HAB の公式 YouTube チャンネルでも見ることができます。できたら皆さんいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。いや今日も主婦の味方、はい、浅野先生今日はありがとうございまし た。以上中継でお伝えしました。メリークリスマス。ちょっと早いけど、はい